ハウス2日目いい感じですよ。3日目もありますよ。そうカオス20182日目頑張ってください。頑張ってお願いします。さやかさんの作品素晴らしかったです。いや自分も3年後こういう卒点やる時間かけたら怖いな。でも頑張ります。カオス2018止めたいのにズーム止めたいのにズーム。そうかレベルもすごい高いなと思った。あの授業も頑張ろうとかなんかやる気出る作品ばっかりで影響が受けました。来年僕たちが卒点しないといけないんで参考になりました。皆さん奨励賞おめでとうございます。2018一人一人作品が全然違うんで、あの個性だったり今まで経験で得てきたものを感じてすごいなと思いました。ワンピーの皆さんお疲れ様でした。はいはい。やってきました。私も先輩方のように素晴らしい作品を作っていけばいいなと思います。頑張ります。台無しにしたったで。卒点最高。イエーイ。イエーイ。今までその話したことない先輩とか知らない人のやついっぱい見れて、こんな人もいるんやって面白かったです。昨日今日とたくさんの人が来てくれて嬉しかったです。明日もたくさんの人が来てくれるといいな。待ってます。2018絵のものもあればリアルなものもあり、とにかくいろいろ個性的なものだと思いました。個性的で夢のある作品がいっぱいになって楽しかったです。藤谷さん学長賞おめでとうございます。いや頑張ってやって作品なのでぜひ見に来てもらったら嬉しいです。ありがとう。何年頑張ります。大学院のレベルがすごい高くてびっくりしました。専門知識がすごい詰まってて分かりやすいデザインだと思います。せーの、カオス2018イエーイ、はい、ワイヤーとかすごい細かくてすごい頑張ってるなっていうのは思いました。ビジュアルとか他の学科とかすごいなと思ったんで、やっぱりこの大学に来てよかったなと思います。本当にもうどうなるかと思いました。でもいろんな人の支えがあって本当に大成功です。おいおいおい。お疲れ様です。お疲れ様です。楽しいです。お疲れ。
お疲れ様です。ありがとうございました。今日来場していただいた方の中から抽選で10名様に瀬野さんからプレゼントがあります。ここに送ってください。